今日は気温が下がって最高気温も24度か25度ぐらいと天気予報には出ていました。外に出してあるポット、陶水ポット、上の銀バナナとかドワーフオリノコなどもまだ成長はしていますが、このままというよりこれから気温が下がっていけば、おそらく現在緑葉を保っていてもだんだん葉が黄ばんでくる状況になるでしょうから、このまま露地屋外に出しておいたのではちょっとまずい状況になるかなと思っています。クエワイの方もサンルームから出した後4枚だったか5枚ですかね、葉っぱが出てきて、まあこれからさらに新葉が出るものかどうかまだはっきりしませんが、まあこれはちょっと背丈が高くなりすぎてサンルームに収めるのは無理なんですが、サンルームの南側に出してあるドワーフオリノコ2本と銀バナナ2本は、まあ、なんとか工夫すれば、養心カットなどをすればもう一度サンルームに戻すことはできるかと思いますが、このサンルームの中が何しろいっぱいなので、背丈の低いもの、ドワーフ系のものなどをシェルフを整理してそちらに収められるだけ収めるようにして、あと場所の移動が可能なこのベイビーナとか、今巻き葉を出してきているフロリダとかを移動してサンルームの外にあるドワーフや銀をもういっぺんサンルーム内に持ってきて越冬準備を整えようかなと思っていますね。そういう考えで見てみると、まあサンルーム内のシェルフとかに無駄なスペースがあったり、もう使わないものなんか置いてありますので、今日は明日ぐらいでちょっと整理整頓して越冬で困らないようにしようかと思いますね。